どうも、南光一です。今日はですね、千葉大学高校の校長室から、お届けしますが、お客様をお招きしています。このね、映ってますかね、優勝旗。あと一歩こっちなんですけど、ちょっと映ってないな。からも分かると思います。11月6日の土曜日、笑顔健康スタジアムを出発、ゴールとして行われましたですね、熊本県高校駅伝大会の女子の部で、見事4連覇を達成しました女子陸上部の皆さんに来てもらっています。じゃあ皆さん拍手、硬いなちょっと、はい、ということで、ね、この後今日はね、彼女たちの素顔がちょっとでも分かるようにね、インタビューをしていきたいと思います。1区の人からどうぞ自己紹介してください。はい、1区を走りました3年1組の山下彩乃です。本土中学校出身です。はい、じゃあ続いて2区です、どうぞ。はい、2区を走りました3年1組の池田小町です。長洲中学校出身です。はい、じゃあ3区どうぞ。はい、3区を走りました2年4組の坂井桃花です。北部中学校出身です。はい、じゃあ4区どうぞ。はい、4区を走りました2年1組浜月梨央です。龍ヶ岳中学校出身です。はい、はい、5区どうぞ。はい、僕は走りました2年4組の西村美月です。北岡中学校出身です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はね、いつもと違ってちょっと座ってお話を聞いていきたいと思います。私は別に普通なくてです。山下さん、1区で走りましたけどね、まあ駅伝チームのキャプテンなんですね。はい、キャプテンね。で、まあ去年は確かアンカーで走ったよね、県大会じゃなかったっけ。はい、ですね。今年アンカーから1区に変わったけど、1区って言われた時どうでした？どこの区間でも走る準備はできていたので、うん、気持ちの準備はできてました。自分としてはアンカーと1区どっちの方が走りやすいかなって。コース的には1区の方が、1区が、はい、うん、やっぱ1区って距離が長いですね、まあ、どこもね、エース級が来る区ですけども、その中でどうですか、1位で行く自信はありました？先生にも別に1位で持ってかなくてもいいって言われて、うん、あ、そうなんだ、はい、だから自分の力を出し切るだけって言われたので、うん、それを目標にして頑張ります。お、最初で、ね、最初から先頭立ちましたけど、集団になりましたよね途中ね、5人ぐらいのね。あの時はどんな気持ちでした？途中まではしっかり集団について、最後しっかり追い越して1位で渡したいって思ってました。はい、その通りで、最後はもうルーテルと2人になって競り合いましたけど、最後ね、余力残ってました？いや、きつかったです。きつかった、ね、途中ちょっと離されそうになった時もありましたね、はい、でも最後ガーッと抜いて2秒差だった、はいはい、で1位で渡しましたけど、そこは絶対負けないぞって感じですか？はい、どうしてそこでやっぱり勝てたと思います？でない、走りたくても走れないチームのみんなとか、応援してくださる方のことを思い浮かべて最後出し切りました。はい、わかりました、ありがとうございました。じゃあ次2区に行きます。はい、じゃあ続いて2区を走った池田さんです。2秒差で受けましたね、はい、でも受けて走り出したらすぐね、後ろのルーテルの平田さんが追いついてきたね。その時はどうでした？先生から無理して話さなくてもいいって言われたので、うん、そこを落ち着いて走るようにしました。お、日頃厳しい塚本監督も意外と3年生にはリラックスさせる指示が出てたんですね、はあ、無理に行かなくてもいい、はい、あ、そうなんだ。じゃあ最終的にラストゴール前では勝負かけようというつもりでずっと走ってた、はい、ラスト1キロで切り替えて上げていこうって思ってました、うんうん。ただなかなかラスト1キロで切り替えて上げていこうと思ってたけど、1キロでぐっと離れなかったね、はい、うん、その時はどうでした？ルーテルが最初に上げて、うん、それに食らいついていったけど、うん、その自分が思ってるレースじゃなかったので、うん、自分が上げたいと思ってもルーテルもついてきて、うん、思ったような走りができなかったけど、ラストは抜きました。意地を見せた、はい、うん、で1キック先、山下さんと2区の池田さん、この2人だけがね、3年生ですね、今回ね、3年生の意地を見てて感じましたけど、はい、そんな気持ちありました？ありました。
ということですね。はい、で次は1秒差で3区になりましたね。はい、じゃあ次3区の人も聞いてみましょう。じゃあ続いて3区の坂井田さんです。はい、バトンを1秒差で受けて、それから最初グーッといったよね。それは何か作戦でした？自分の区間でレッドレッドの差を広げるという気持ちで走り出しました、ね、で私はスタジアムでね、あのビジョンで見てたんですけども、もうグイグイいってる、いいぞいいぞと思ってたんだけど、ね、途中からどうでした？ちょっと後ろからまた差を詰められたよね、ある、はい、それは気づいてた？気づいてなかった。カウントそうなんだ。我々ほらカメラでね見てるんで、あ、なんかどん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 近づいてきたぞって、大丈夫かなと思ったけど、ここに気づいてなかった。本当ずっと最後までじゃマイペースで走った感じ、はい、やばいぞやばいぞって思わなかった。あ、そんなんじゃなかった、はい、あ、そうですね、よかったでした、はい、私たちはだいぶ心配したんですけど、最終的に何秒差でしたか、ね、私的には1秒差だよね。1秒差って結構そこまで来てるよね。気づかなかった、はい、そ、なるほど、はい、そんなタイプですか、日頃から結構あーっていう感じ、はい、日頃からそうなんですね。で、私は1年生の頃からね、出てましたね、去年もね出てたしね、毎朝朝会う時もすごく爽やかな挨拶をして、しっかりしてるなと、まあ、しっかりしてると思いますよ。でもまあ意外とそういう感じですか。そうなんですね。よかったです。じゃあまたね、次の九州大会、全国大会、マイペースで走ってほしいと思います。はい、お疲れ様でした。頑張りました。はい、じゃあ交代しましょう。はい、じゃあ続いて4区を走った浜崎龍さん、聞いてみたいと思います。はい、1秒差で受けましたね。どうしたのその時。予想ではどうだった？もうちょっと話してくると思った。それとも予想通りだった？いや、もうちょっと、なんかさ、先生からもう差を話してくれると思うからって言われてた。あ、じゃあ、助け受けるときはちょっと、どうしよう、ドキドキって感じだった。はい。おお。けど、実際走り出したら、結構ね、ぐん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 差を広げていって、見てる方として、あ、よかったよかったって、これで少し開いてきたぞ、安心したんだけど、走りながらどうでした？からブレーキとかをかけずに、うん、下り坂とかでも、うん、波に乗れて走れたかなと、うん、はい、下り坂がね得意っていうことで、まあ、あの新聞にはそう書いてあったんで、それで起用したって書いてあった。日頃下り坂得意って気持ちはあるんですか？いや、ないです。ないですか？あ、そうですか。まあね、マスコミはあの適当なことを書きます。ところで天草の龍ヶ岳中学校出身ですよね。龍ヶ岳中の頃の陸上の先生覚えてます？はい、誰先生ですか？名前言っていいですか？清水隆一先生。ね、清水隆一先生、実は私の大学の同級生なんですよ。ね、見えないでしょ。こじいちゃんだもんね。見た目ね。すみません、失礼しました。実はあの清水先生からも昨日あのメッセージをもらいまして、実は浜崎さん俺の教え子なんだよということで来ました。なんかカバンを、本人はカバンを車に乗せてよく運んでたとか言ってました。本当ですか？そういうことだった、はい、ということでね、いろんなね、恩師の先生もね応援してくれてます。また九州全国で頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次は5区を走った西村さんです。はい、じゃあ西村さん聞いていきます。硬いですね、ちょっと。はい、はい、西村さんね、5区を走ってくれまして、実はね、大会前ね、あの私も陸上部の他の先生とかと話をしている中で、ルーテルが5区にエースを当てているということで、まあ、3000m のタイム差が約15秒ぐらい、まあ、ルーテルの選手の方が速いということを聞いていました。で、助けを受けたとき差が17秒でしたね。まあ、その17秒って差は多分走るときは知らなかったと思うけども、まあ、大体その差を見てどうでしたか？自信はありましたか？そのルーテルの溝上は、怪我をしているというふうには聞いてたんですけど、怪我をしてても、結果を残している、試合もあったので、自分の中では30秒から1分
差がないと最初から追いつかれるかなというふうに思ってたので、でも先生からはいつも通りの走りをすれば大丈夫というふうに言われたので、それを意識した。ああそうか、やっぱ30秒から1分欲しいなっていうのを思ってたわけですね。でそれ17秒で受けて、で私もさっき言ったように、まあね、ビジョンで見ながら、朝はだいぶね浜崎さん開いてくれたけども、志野さんね頑張ってって思いながらね、大丈夫かなって思いながら見てましたけども、実際走り始めたらね、もうぐん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 差を開いてくれて、とてもね頼もしかったです。心強かったですね。でまあ西村さんだけじゃなくて他のメンバーもねお世話になったわけですけども、前陸上部の、ね、監督さんだった清水正美先生が先月になりますかね、亡くなりになられて、まあ、皆さんと、ね、お通夜の席でもお会いしましたけども、特に西村さんの場合は中学校の時にね、ラグビーコーチとしてお世話になった先生でした。やっぱり、ね、西村さんが授業中も、ね、すごく元気がなかった様子も私も見てましたし、本当にね、たくましく走る様子を見ながら胸が熱くなったんですけども、走りながら清水先生のことを思い出したりしましたか？試合のたびに、残り3分の1っていうのと諦めないっていうのを毎回のように言われたので、後半になるにつれてそれを頭の中で思うようにしました。実はですね、清水正美先生のお葬式が終わった翌々日だったかな、校長室にね、清水先生の奥様と息子さんが訪ねてこられました。いろんなお話をしたんですけども、その時にやはり清水先生がね、いつも俺の最後の教え子だけなということで西村さんのこと話を家でもされてたということを聞いてね、きっと頑張ってくれるって信じて見てたんですけど、本当にねその思いに応えるような話をしてくれて嬉しかったです。きっとね天国で、ね、清水先生の笑顔で見守ってくださったと思います。はい、ありがとうございました。はい、では、行くからね、ここまで選手の皆さんにお話を聞いてきました。最後、キャプテンにもう一回聞いてみたいと思います。今度12月の26日日曜日、京都でね、全国高校駅伝大会が開催されます。宮古王子ですね。千葉大高校としては女子20回目の出場ですけど、その大会に向けての意気込みを聞かせてください。チームでは8位入賞を目標にして頑張ります。じゃあ個人では個人でも区間でも上位を狙って頑張ります。去年は全国でも個人でアンカーだったんですか？4位だったかな、はい、今年は、まあ、まだね何個走るかはねこれからまた決まっていくと思いますけども、ぜひですね千葉大高校の女子陸上部、入賞すれば8位以内に入れば13年ぶりだと聞いてます。13年ぶりのね8位入賞を目指して、去年が12位です。絶対狙える順位だと思っています。ぜひですね、頑張ってください。じゃあ最後、皆さん自分たちで拍手をして終わりましょう。おめでとうございます。はい、じゃあまたこのチャンネルでね、その結果どうもお届けしていきます。今日はありがとうございました。またね。一緒に手を振ってください。はい。